バートザクサの街並み、バートザクサは、ドイツ連邦共和国にーダーザクセン州南部のゲッティンゲン郡に属す都市である。ハルツ山地の南周辺部に位置する小都市で、ゲッティンゲンの東約50キロメートルにあたる。この町は、州指定のハイルクリマティシャークアオルトである。町をウッフェイ側が貫いている。市の中心部付近に人工的に掘削されたシュメルツ池がある。 最高地点は、ラーベンスベルクの海抜659メートルで、市の中心部からは北西に位置する。バートザクサ市は4つの地区で構成されている。人口は2016年4月1日現在の数値である。ニュクサイ集落を含む、テッテンボルンイコールコロニー集落を含む、この集落の最初の文献上の記録は1219年になされている。 バルケンリート修道院による、ザクサ集落近郊の湖の購入契約書として810年頃に作成されたものとされる文書は疑わしいもので、これをこの町の最初の文献記録とすることは誤りで、ある。1229年に、ザクサのジークフリート司祭に関して言及されていることから、この頃にはすでにザクサが成立していたと判断される。現存する最も古い建物は、 聖ニコライ教会の塔で、その混流は1180年から1200年の間とされている。ノイホーフ近郊のザクセン主体に、ローマ王ファインリヒ4世が1070年頃に建造したザクセンブルク城市がある。この城は、この地方の武力放棄に対するゲルストゥン園ンの和訳に基づき、1074年に未完のまま再び解体された。ザクサは、 遅くとも1238年以降は、ホーンシュタイン白領に属した。それ以前は、クレッテンベルク白領に属していた。1516年から1525年の間に、都市権を獲得した。エルンスト7世が、断傾後継者を残さないまま亡くなり、ホーンシュタイン白家が1593年に、断絶した後、シュバルツブルク白とシュトルベルク白が、その相続を主張した。 しかし、ハルバーシュタット市教領の管理人はこの白領を空位の霊園として回収し、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公に改めて霊園として授与した。当時ハルバーシュタット市教領の管理人と、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公は、同一人物、ハインリヒ・ユリウス・フォン・ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテルであった。シュバルツブルク博とシュトルベルク博が、 帝国最高法院で有利な判決が出るよう訴訟を起こしたにもかかわらず、ハインリヒ・ユリウスとその後継者はこの白量の売却を拒んだ。30年戦争の進行に伴い領主は何度も入れ替わった。最終的に1648年にスウェーデン王国がこの白量を領師した。ベストファーレン条約でホーエンシュタイン白量を含むハルバーシュタット公領は、 ブランデンブルク選定綱領となった。これ以後、ザクサは1807年から1813年までのフランス統治時代を除き、ブランデンブルクプロイセンに属した。プロイセンはウィーン会議で広大な領土を勝ち取り、1816年に王国を10の州に分けた。その一つとして、ザクセン州が新たに創設された。ザクサは、 エアフルト県のノルトハウゼン軍に属した。この軍は1888年以後、グラーフシャフト・ホーエンシュタインという名称を使用した。この状態は1945年まで続いた。1907年のバートザクサバートザクサにおける観光業は1860年から始まり、1874年に温泉業が創業された。1900年には、 人口2123人に対して当時客が4051人であった。1905年からこの町は公式にバートザクサと改名した。1920年代半ばの人口は3195人であった。国家社会主義の時代、この町はノルトハウゼンイコール南ハルツにおける NSTP の中心となった。この町には地域教育センター、 フリッツ・ザウケルハウスが開設された。1944年7月20日の暗殺未遂事件首謀者の子供たちがバートザクサのボルンタールにある児童養護施設に収容された。第二次世界大戦末までバートザクサにドルンベルガー作業司令部が置かれ、旧ペーネムンデ軍事実験場の450人の指導者が配属された。敵の爆撃による危険性を考慮して、 アルター・ドルンベルガーやベルナー・フォン・ブラウンを含むロケット技術者もバートザクサ及びその周辺に移された。V1 ロケット及び V2 ロケットの製造はノルトハイム近郊、ミッテルドーラ強制収容所近くの蒸気司令部によって管理運営された。1945年4月12日、バートザクサは小規模な戦闘の後、アメリカ軍によって占領された。 1944年9月12日のロンドン議定書で定められた占領地域に従ってアメリカ軍は7月初めに撤退した。バートザクサはソ連占領地域に属していたがソ連軍はこの町を放置しており7月23日までイギリス軍がこの町を占領した。これに先立ちイギリス軍とソビエト軍の司令官の間でバートザクサ及びその周辺地域を イギリス占領地区とする代わりに、ブラウンシュバイクのブランケンブルク軍東部をソ連占領地域とする領域交換がなされていた。ザクサは事実上1945年7月半ばから、公式には1945年9月1日から、オステローデアムハルツ軍に編入された。1960年から1961年に、建築家、ハンス・イェッケルの設計に基づき、 ユースホステルが建設された。バートザクサクアザールも1962年から1963年に、イェッケルの設計により建設された。2016年11月1日に、オステローデアムハルツ軍とゲッティンゲン軍が合併して、以後、バートザクサはゲッティンゲン軍に属している。隣接する集落や、町村のホ法府、主体な、テッテンボルンがこの町に合併した。 ザクサの古い地名としては、1219年サクサ、1232年サッサ、1237年サクサ、1238年サッサがある。ザクサは、その由来の説明が困難な地名である。この地名は、最初は、ソ祖 a HA から成立したと考えられる。後半部の基本となる語はおそらく、水や川を意味する、ゲルマン語、a、HA である。 これにかかるソスマイナスは、石や岩を意味していると推測されている。これより、この地名は岩場の小川と解釈される。これは、谷の一部分を指す名称であったのが、ウッフェ川よびザクセングラーベン川沿いの、この集落の名前として残った可能性がある。カトリックの西洋ゼフ教会、バートザクサには、福音主義ルター派の聖ニコライ教会組織と、ノイホーフ、主体なよび、 テッテンボルン地区の組織がある。バートザクサ教会組織は、かつては、ザクセン教会管区福音主義教会に属し、東西ドイツ分裂時代は、ベストファーレン福音主義教会に属した。1996年10月に2つの教会組織の協定により、福音主義ルターハハノーファー地方教会の、ヘルツベルク教会クライス内に編入された。2013年1月1日に、 ヘルツベルク教会クライス、オステローデ教会クライス、クラウス・セラー教会クライスが統合されハルザー、ラント教会クラスが成立すると、聖ニコライ教会組織はこの教会クライスに属す、こととなった。この組織は、キルヒ通りの同盟の教会と、その隣に立つルターハウスを所有している。ローマイコールカトリックの西洋ゼフ教会は、ヘルダー通りにある。この教会は、 バーート・ラウターベルクの聖弁の教区に属す。1931年にはすでにヘルダー通りに小さなカトリック教会西洋ゼフ教会が完成した。1961年から1963年に現在の教会が建設された。1910年にもともと企業家の住居として建設されたビスマルク通りに立つカトリックの単年リート館は2009年に閉鎖された。 この館の中には小さな礼拝堂があった。バートザクサンシト派教会は1977年に創設され、ゲッティンゲン教会管区に属し、1979年にリング通りに完成した教会堂を有している。エホバの証人はシュタイナー通りに王国会館を有している。バートザクサの市長者、バートザクサ市の市議会は20議席で構成されている。 これは人口7001人から8000人の自治体の議員定数である。20人の議員は5年ごとの住民選挙で選出される。この他に市議会では市長アクセル・ハルトマンが投票権を有している。2014年11月1日からアクセル・ハルトマンが市長を務めている。 彼は2014年7月の市長選挙で長年市長を務めたヘレーネ・ホーフマンに勝利して市長に選出された。図柄、左右に分割。その半分はさらに上下に分割されている。向かって、左は銀字で緑の地面に分割線から半分だけ緑の多くの木が見えている。この木は金のどんぐりを6つ実らせている。向かって、 右上は銀字に赤い舌を出して歩む黒い鹿。向かって右下は赤銀の一末模様。バートザクサの現在の紋章はマールブルクの国立公文書館の管理官、オットー・コルンが1938年に描いた紋章デザインに由来する。しかしそのモチーフはかなり古くからのものである。1838年にはすでに市のエーリン館が6つの実をつけた 多くの木の半身をデザインしたバックルをつけた革帯を所有していた。バートザクサの紋章の多くは第三帝国時代に初めて採用されたわけではないのである。バートザクサの市議会は1950年9月14日にマールブルク国立文書館により許可された市の紋章使用が引き続き有効であることを決議した。この紋章は1953年4月2日に ニーダーザクセン内務省によって認可された。向かって左半分には時代によって信用樹や紅葉樹が描かれた。この木はハルツバルトの中の狩猟に適した町であること示している。バートザクサの紋章の向かって右半分は1525年以降変更されている。黒い鹿は12世紀から13世紀にザクサが属していた。 ケッテンベルク博花の紋章動物である。1238年にザクサはホーンシュタイン白領となった。その軍旗が一松模様であった。ザクサはホーンシュタイン家によって都市圏を授けられた。この一門は1593年に断絶した。バートザクサウィンタースポーツ及び郷土博物館ウィンタースポーツ及び郷土博物館は 変化に富んだこの街の歴史を言葉と画像で紹介している。靴職人、板金職人、400年までのお職人の工房が再現されている。この他に19世紀の食器が展示されている。力点はウィンタースポーツにも費やされている。特にドイツソリマイスターのソリや地元の工場で作られた多くのスキーが見られる。国境博物館。 テッテンボルン地区では1992年から集落の公民館で国境博物館が運営されている。この博物館はかつての東西ドイツ国境から数百メートルの距離にある。博物館は連邦道 B243 号線の国境が暫定的に開かれてから正確に3年後の11月12日に開館した。 ここでは1945年から1990年までの南ハルツにおけるドイツ民主共和国による国境封鎖施設の変遷が紹介されている。博物館には数多くの DDR 国境警備隊の装備品、花々しい国境突破の記録、国境地域の暮らしが展示されている。国境博物館は2016年からバートザクサクアパークにある。 その他の博物館、バートザクサネイチャージット博物館では、南ハルツにおける2億9000万年の自然史が外観できる。シュタイナ地区には、ガラス製造とハルツのバルトガラスに関する情報を紹介するガラス博物館がある。視聴者私立公園内に、シュメールブルンネンと共にあるバートザクサ市の視聴者は、張り出し部と別棟を有する有限としている様式で建設された。 完全に有限としている様式で造形された会議場は特筆に値する。聖ニコライ教会聖ニコライ教会聖ニコライ教会は本市で最も古い建造物である。12世紀中頃にロマネスク様式で建てられた斎藤はバートザクサの内市街を眼下に収めている。1300年頃に現在の教会堂が建設された。1595年に 当時の市長ハンゼン・ハルトマンによって祭壇が制作され、1680年に教会内を囲む2階席が、1691年に玄関を含む木組の張り出し部が増築された。1711年に建設された説教団を含むバロック様式の内装は見応えがある。教会が立つ市内中心部の高台からは本市のメイン商店街である。 マルクト通りを含む眺望が得られる。ザクセンブルク上址、ザクセンブルクバートザクサの矢や,や南寄りの森に覆われた丘の上にザクセンブルク上址も見どころである。特に印象的なのは直径10メートルの塔の基部である。1891年から1893年に発掘が行われた。レーマーシュタインは市の南部にある伝説を持つ裂け目の入った石組であり、 ローマンという名前の巨人族の若者にちなんで命名された。レーマーシュタインから遠くない場所に紀元前1万年頃の定住跡が見つかっている。海抜659メートルのラーベンスベルクはバートザクサの強度の山である。ここには1970年に建設され目につく送信塔がある。この送信塔は現在ドイツテレコムが使用している。ラーベンスベルクは 西ハルツで唯一自動車で行くことができる山である。標識のある遊歩道や様々な難易度のマウンテンバイクツアーコースがここを起点としている。ウィンタースポーツでは多くのリフトを備えたスキー場がある。二面のソリ用斜面が用意されており、南ハルツのロイペモーに接続してもいる。人工証明装置も装備されている。山頂からはキフホイザー、ベーザー山地、 ブロッケン山を含むハルツ山地の様々な山を望む全方位の眺望が得られる。ハルツファルケン法フの入り口、バートザクサの東端、カッツェン主体に猛金園ハルツファルケン法フがある。ここには様々な猛金類が展示されており、飛行実演も行われている。カッツェンタール通りのメルヒエングルントは1910年に建設されたドイツで最も古いメルヘンパークの一つである。 市街の近くに、バートザクサ及び、バルケンディートカルスト地形自然保護区と、プリオール池、ザクセンシュタイン自然保護地区がある。19世紀半ばから観光業は重要な経済分野となっている。クワオルトのソエナを、町は1905年から使用している。バートザクサ貯蓄銀行は、ドイツで最も小さい独立した貯蓄銀行である。この貯蓄銀行は、 2013年現在、収支合計1億2744万ユーロ、従業員数45人である。クアーパークに近いオスタータールに位置する、寄宿制ギムナジウム、ペダゴギウムバートザクサは、北、ドイツで最も古い自主団体が運営する、私立学校である。鉄道バートザクサは、南ハルツ線によって、ドイツ鉄道の鉄道網に接続している。駅は、 ノイホーフ地区の外れにあり、町の中心部からは約2キロメートル離れている。この駅は後に設けられたものであり、それまでは、テッテンボルンの駅がバートザクサ唯一の駅であった。現在では、テッテンボルンの駅は廃止され、解体された。公共近郊交通、バートザクサは、南ニーダーザクセン交通連盟のバス路線470号線、471号線。 472号線で周辺地域と結ばれている。ある路線はテッテンボルンとシュタイナを結び、それぞれ別の路線がこれらの地区とノイホーフ地区とを結んでいる。すべての路線はバートザクサ駅を経由する。バートザクサの路線バスは VSN に加盟する民間企業によって運営されている。道路バートザクサは連邦道 B243 号線で結ばれている。 この他に多くの軍道や修道が通っている。市内では通りが一部ひどく傷んでいるところもあるが、市の中心部は別である。これまで手入れが行き届いていたのは EU 基金の援助によるものである。ノイホーフ変電所ノイホーフ変電所は、東西ドイツ国境開放前の1989年に 110KV の送電線で、ボルクラムスハウゼン変電所と結ばれた。 この送電線を介して DDR は、ニーダーザクセンに電力を輸出していた。周波数の変動を緩和するために、ノイホーフ変電所には 6MVA、トランスバータが備えられている。ボルンタールには2001年にオープンしたキャンプ場がある。ここはかつて、1935年から1936年に、建設された八棟の木造病棟からなる、小児病院の敷地であった。 ブレーメンのある財団が町の子供たちに南ハルツの温泉を体験させるための施設を建設した。しかしこの子供レジャー施設は当初の目的通りに機能しなかった。この土地は1936年にナチ政府に接収されたのである。ここに母体療養所が設けられた。1944年7月20日の暗殺未遂事件以後、 暗殺者家族の子供46人がここに収容され、ゲシュタポによる厳しい監視下に置かれた。また、1944年から1945年に、ベルナー・フォン・ブラウンとバルター・ドルンベルガーの秘密司令部がここに設けられた。アメリカ軍によって解放された後、子供の家は再び、ブレーメンの財団に返還されたが、しばらく後に売却された。その後、この敷地に、 全国的に有名な小児病院が設けられた。院内には分娩室、集中治療室、当時としては近代的なレントゲンステーションが備えられていた。このほか敷地内には4階建ての看護不宿舎もあった。キャンピング場への改築の際、2棟の歴史を物語る建物が解体された。現在、 かつての小児病院の敷地の大部分は自然に帰り、何棟かの建物は破壊行為や保守不足のために一部が大きく損傷している。ありがとうございます。